ラドルワ級駆逐艦、自由アイリス峡谷の見習い騎士、フォルバンと申します。とある理由で、母校で2年間こもっていましたけど、復帰後は多くの任務に参加し、無意な時間を戦場での活躍で挽回することができました。自由アイリス峡谷の見習い騎士、フォルバンと言います。大型艦の先輩方と、まだ肩を並べられない修行中の身ですが、何卒、ご指導をよろしくお願いします。指揮官、一緒にウォーミングアップでもいかがですか？ちょうどいいところに、私の自主練に付き合っていただけないでしょうか。鉄血もロイヤルも、いつか話してみたいのですね。いつになったら先輩方のように強くてかっこよくなれるのでしょうか。人生を無駄に過ごすつもりはありません。ですから、今度は何事にも全力です。指揮官、知っていますか？一口に剣といっても、いろんな種類がありますよ。レイピアやセイバー、ブランベルジェとか。丸腰の相手に剣を向けるのは不本意ですが、無礼をお許しください！指揮官、任務を完遂するのは義務だと思いますよ。指揮官、任務報酬を無駄にしてはいけませんよ。手紙？挑戦状でしたか？指揮官、お疲れ様です。母校に異常はありません。ご安心ください。委託が完了しました。次は、私にも行かせてください。もっと頑張ります。決闘の賞賛が高まりました。よし、今の調子なら勝てるはずです。先輩方にまた一歩近づきました。この敗北、決して忘れはしません。これでどうです？決闘はまだこれからです。忠誠を誓った大将がこのような方だと先輩方に知られたら、私を責めるのでしょうか？それとも、なだめるのでしょうか？この艦隊はすごい方が結構多いですね。いろいろ学べそう。うん、私も頑張らないと。剣を練習する理由ですか？確かに出撃時にはほぼ使いませんが、でも自分の調子をいつも最高の状態にすることができますから、戦いでいいことはあっても、悪いことなんて一つもありませんよ。指揮官、私には夢が二つあります。一つは、先輩方のように強くなること。もう一つは、忠誠を誓うに値する方を見つけること。二番目の夢は、先に実現しそう
ですね。指揮官、信じてください。指揮官が傷つくとき、それはきっと、私が二度と剣を触れなくなり、弾薬も尽き果てたときであるということ。誓います。この剣は、指揮官を守るためだけに振るおう。そして、指揮官にも、道を踏み外さないよう誓ってほしい。もう二度と、あの時のようなことを味わいたくありません。指揮官、ようやく迎えたこの晴れの日、本当に夢のようです。私、幸せすぎて。いけないいけない。今日は泣かないって決意しましたもの。見習い騎士フォルバン、生涯指揮官のそばで頑張っていく所存です。指揮官、おはようございます。やはり、まだ照れてしまいますけど、まずは仕事から補佐していきますね。式場を囲むたくさんのお花。なんだか、見ているだけで胸がジーンときますね。実は昨日、あまりにも緊張していて、気がつけば剣の練習をしていました。すぐ先輩方に止められましたけど。このブーケは騎士の誇りを象徴したものです。はい、愛と忠誠を誓うようにと自分で選びました。いい加減、呼び方を変えてほしい、ですか？では、恥ずかしすぎて無理です。ルマルス？指揮官？お帰りなさい。もう、次にまたこういうことがあったら、私も一緒に連れて行くって約束してくださいね。委託が完了しました。もちろん、出迎えに行くときはご一緒させてくださいね。新たに結ばれたこの絆をもって、挑ませていただきます。まだ夢心地で実感が湧かなくて。ですがきっと今後お互い支え合って生きながら重みを増していくものでしょう。今、ここでもう一度誓おう。指揮官、あなたのおそばで剣を振るい、永遠に離れぬことを。長い努力がついに報われました。指揮官、いつもご指導ありがとうございます。このご恩は、より華やかな戦果をもって報います。中央には、剣の心得のある方がたくさんいますね。機会があったら、ぜひ手合わせしてみたいものです。先輩方にはまだ及びませんが、
今は焦らず、自分のペースで追いついてみせます。しまいました。指揮官、どこが変わったか確認しますか？ここは変わっていませんが、わざとでしたよね。愛するすべてを守るために言ったはずです。指揮官の努力を無駄にはしません。たまにはこうして外で新鮮な空気を吸うのも悪くありませんね。指揮官、もう少し付き合っていただけないでしょうか。指揮官、新鮮な果物でもいかがですか？せっかくリンゴとトマトをもらいましたから、ミックスジュースでもいかがでしょうか。健康にいいんですよ。争いのない平和な日、私たちはそれを奪い返すために戦っているのですね。花の香りは疲労回復の効果があると聞きました。指揮官、お花を植えてはいかがでしょうか。先輩方がせっかく選んでくれましたけど、こういうふわっとした服、やっぱりちょっと慣れませんね。次は手加減しませんよ。この服、あまり汚してはいけませんね。この平和がずっと続いたら、指揮官と一緒に努力すれば、きっと夢じゃないですよね。そうですよね。自由アイリス教国所属、見習い騎士フォルバン。学園生活を満喫させていただいております。これで本当に大丈夫でしょうか。剣道サークルに入部しました。勉強の余暇には仲間たちと剣の練習をして実力を磨き、使う剣が違うのですか？指揮官、ルマルスを見かけませんでしたか？もう、今からでも真面目に勉強しておかないと、次の試験は危ないですよ。勉強も剣に通じるところがあります。真面目に練習をこなさないと上達しないところ。ですね。指揮官、襟が乱れていますよ。そのまま動かないで、私が正してあげますから。はい、これでよし。風が。指揮官、見ていませんよね。風紀違反は、ダメです、指揮官。指揮官？学園でも執務室でも、
自分の使命を忘れてはいけませんよ。指揮官、お時間がありましたら一緒にお昼でもいかがでしょうか。指揮官、こんばんは。見習い騎士フォルバン、ご指示通りパーティーを仲間のみんなと満喫しています。あ、ちょっと飲みすぎですか。そうですか。指揮官もいかがですか。これとても美味しいですよ。ルマルスはどこ？もう、また宿題をほったらかして、そんなだから説教されるのですよ。ほら、指揮官も一緒に説教して。あれ？あ、酔いさましの水ですか？ありがとうございます。アルジェリーさん、すごく飲めそうな感じですね。ビシアの方はみんなあんな感じではないのですね。ルマルスとか全然違いますし。指揮官もパーティー楽しんでいますか？私には楽しんでって言って、自分だけ仕事とかダメですよ。指揮官も一緒に一杯どうですか？くっ、騎士なのにこんなことをされるなんて。手紙、どんな手紙かしら。あらら、あれ、指揮官、いつの間に。ああ、私がちょっとふらついちゃったのですか。そうですか。委託組が戻ってきました。今、出迎えに。私が出てはダメですか？これ式のものでは、アイリスの騎士を止められません。誓います。この剣は指揮官を守るためだけに振るおう。そして指揮官にも道を踏み外さないよう誓ってほしい。もう二度とあの時のようなことを味わいたくありません。